皆さんこんにちは。日本大学芸術学部演劇学科教授の小林直也です。日本大学芸術学部教務課の大沼と申します。この動画では日本大学芸術学部の令和3年度入学者選抜について簡単にご説明してまいります。説明にあたりまして、小林先生、そもそも日本大学芸術学部とはどのような大学なのでしょうか。はい、日本大学芸術学部、略して日芸について少しお話したいと思います。日本大学芸術学部のキャッチフレーズはこちらです。8つのアート、1つのハート。日本大学芸術学部には8つの学科があります。8つの学科とは、写真、映画、美術、音楽、文芸、演劇、放送、デザイン学科です。これらの学科が一つのキャンパスで学んでおり、芸術総合学部ならではの特色を生かした独自の教育を実践しています。これが芸術総合学部である日芸の最大の特徴です。オンラインオープンキャンパスのホームページでは、学科ごとに独自の動画を公開していますので、興味のある学科についてそれぞれの動画をご覧いただくと理解を深めていただけるのではないでしょうか。ありがとうございます。それでは入学者選抜の概要についてご説明をお願いします。はい、それではまずこちらをご覧ください。これは日本大学芸術学部の入学者受け入れの方針というものです。ご覧いただいているのは抜粋部分となりますが、芸術学部の入学者選抜はすべてこの方針に基づき実施されています。こちらの1に記載されている通り、日本大学芸術学部が求める人物像とは、創造性やコミュニケーション能力がある人が望ましいとされており、選抜方法としてはこの項目を踏まえた上で2に記載のように選抜方法が設定されています。具体的には小論文、作文、実技試験など各学科の特性に基づき、学科コースごとの異なる選抜方法によって受験生の適性や創造性を測っています。また一般入学者選抜N 全学統一方式以外のすべての入学者選抜で面接を実施しています。このような方針に基づいて入学者選抜が実施されているんですね。それでは入学者選抜の具体的な日程を見ていきましょう。令和3年度入学者選抜の日程はご覧の通りとなります。このうち多くの受験生が出願できる総合型選抜、学校推薦型選抜公募制および一般選抜について説明していきましょう。それぞれの選抜については日程が異なっていますので、出願資格を満たしていれば複数回出願いただくことも可能です。また外国人留学生、帰国生選抜と交友子女選抜につきましては、出願資格に該当する方が限られていますので、この動画の中では説明を省略させていただきます。明細についてはホームページをご覧ください。それでは総合型選抜から順に説明していきます。さて、多くの受験生の皆さんにとって一番早く受けることができる入学者選抜はこの総合型選抜となります。昨年度までは AO 入試と呼んでいたものですね。そうですね、名称だけでなく日程や試験方法にも変更がありました。総合型選抜における昨年度からの変更点としましては、例年自己紹介アンケートとエントリーシートを利用した段階的な書類選考を実施していましたが、今年度より自己紹介アンケート
を廃止し、エントリーシートのみの書類審査となりました。また試験日程についても、昨年度までは映画学科、文芸学科、演劇学科において段階的な選抜を実施していましたが、今年度より全て1日での試験に変更となります。出願要件については、放送学科とデザイン学科で求める学生像の変更がありました。特に放送学科では、昨年度までアナウンサーを志す者のみの表記であったのに対し、今年度はそれとは別に放送分野での活躍を志す者が加わりました。放送学科では受験のチャンスが広くなったんですね。そうですね。受験を考えている方はぜひチャレンジしてください。さて、総合型選抜の流れについてご説明いたします。こちらについては、まず芸術学部のホームページに公開されるエントリーシートをダウンロードしていただき、記入の上9月1日から3日までの期間に芸術学部まで郵送してください。このエントリーシートに基づいて書類選考を実施し、その結果を9月17日に芸術学部から郵送いたします。その結果通知が合格だった方は、出願の後受験いただくことになります。書類選考に通過した方には、試験に関する要項が同封されていますので、出願方法や集合時間などについてはそれまでお待ちになってください。書類選考の後に出願となるということは、エントリーシートの提出は入学検定料の必要がないということですね。そうなんです。興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。続きまして、学校推薦型選抜公募制とはどのような選抜方法なのでしょうか。はい、こちらは昨年度まで一般推薦と呼んでいた選抜方法ですね。学校推薦型選抜公募制は、高校ごとに枠があるような、いわゆる指定校推薦ではありません。ご覧の出願資格、要件を満たした高校生であれば、どなたでもチャレンジできるという選抜方法となっています。この出願資格、出願要件では、高等学校などの成績が学科ごとに異なる基準となっています。また美術学科と音楽学科では A、B の条件のうちどちらかを満たしていれば出願することができます。昨年度までは映画学科において映像制作の経験を証明しないと出願することができませんでしたが、今年度からはそれを廃止している点もご承知おきください。この表では放送学科の記載がないんですね。そうなんです。学校推薦型選抜公募制において、放送学科では募集がありませんのでご注意ください。また各試験内容につきましては、ホームページや今後公開される募集要項をご確認ください。続きまして、一般入学者選抜について説明をお願いします。はい、芸術学部が実施している一般入学者選抜はご覧の通りです。 A 個別方式とは、芸術学部が独自に実施するもので、2月に行われる第1期と3月に行われる第2期に分かれています。また A 個別方式第1期は、学科ごとに日程を定め、2週に分かれて実施されますので、週が異なっている学科であれば併願することも可能です。つまり A 個別方式第1期では、写真学科と映画学科や放送学科と文芸学科といったように併願することができるということですね。そうなんです。試験科目について、学力検査は外国語と国語の2科目のみです。いずれもマークシート方式、
60分の試験となります。これに加え各学科に定められた専門試験との総合得点によって合格者を決定いたします。ただし外国語と国語の合計得点が200点満点中60点に満たない場合は、総合得点が合格最低点を超えていても不合格となりますのでご注意ください。この専門試験の配点については学科によって異なりますので、後ほど資料をご確認ください。 A 個別方式についても昨年度から変更となったことはあるのでしょうか？そうですね、例年芸術学部の一般入試 A 個別方式では学科ごとに試験日数が異なっておりましたが、今年度より学力試験および専門試験を火曜日、水曜日の2日間で全て行うことになりました。また例年放送学科では一次試験として学力試験を実施し、基準点を満たした通過者のみを二次試験対象者として専門試験を実施しておりましたが、これを廃止し全ての受験生が専門試験まで受験いただくことになりました。専門試験科目についての明細はホームページまた受験用入試案内をご確認ください。ありがとうございます。この一番下に記載されている N 全学統一方式とはどのような選抜方法なのでしょうか？はい、 N 全学統一方式とは日本大学全体で実施している選抜方法となります。特徴としては選考日が2月1日と、一般選抜としては最も早く受験することができます。また日本大学の複数学部複数学科を同時に出願することができますし、 A 個別方式と同時に出願すると入学検定料が割引となる制度もあります。 N 全学統一方式では専門試験の実施はなく、コースによっては募集がありませんので、明細はホームページまたは一般選抜募集要項をご確認ください。小林先生、どうもありがとうございました。以上をもちまして日本大学芸術学部の入学者選抜についての説明を終わります。ありがとうございました。